はい、ピース君の英検3級合格、その14、じゃあ今度日本語で直してやってみましょう。スティーブンのファーザーは、スティーブンズファーザー makes very good pizza。 ピッツァって、はい、わかりますね。昔の人はわからんかった。何年前？55年ほど前。だってピッツァって売ってなかったから。何売ってた？はい、たこ焼き、あるいはそう、お好み焼き。今やったら広島焼き。広島焼きってね、お好み焼きだけれど、中にいろんなものがいっぱい入ってるね。蕎麦が入ってるね、蕎麦がね。広島焼きって売ってるわね。昔、ピッツァってなかった。どんなんかな？どんな味かな？昔は学校の先生がね、言ってた。ホットチョコレート。アメリカではね、チョコレートね、板チョコね、あれをね、温めてくんやって。みんな騙された。多分先生もわからんかったよ。ホットチョコレートはココアのこと。COCOA ね。ココアと書いて、ココビーチ。ココビーチって言ったら、ココアビーチです。ビーチね、海岸、波打ち際。はい。まあ、ピッツァね、ピッツァ。P-I-Z-Z-A ね。P-I-Z-Z-A。はい。さあ、ここから。スティーブンズファーザー、makes very good pizza. He is a, なんとか、at an Italian restaurant. 彼はなんとかです。at an Italian restaurant. はい、一番。ガイドです。ガイド。はい、G-U-I-D-E ね。ガイド。ガイド。ガイド。はい、2番、ガイドじゃない。2番、花屋さんです。花屋の職業、IST、FL で始まる。はい、フローリスト、花屋さんじゃない。3番、はい、バーバー、理髪店、バーバーじゃない。英語ではバーバー。はい、答え4、はい、CH で始まる、4文字 CHCH で、ここで、鬱陶しいことにね、はい、CH はチャチチューチェチョ、チャチチューチェチョ、あったかな。いや、例外があるんですね。はい、そうすると答えは、正解はシェフ、料理長ですよ。シェフですよ。シェフ。まあ、あるいは料理人と言ってもいいね。シェフです。クック、調理人ね。調理人。うちの父は料理がうまい。はい。上手や。be good at。
be good at, be good at。 そうすると be good at、 なんとかが上手。My father is good at cooking. My father is good at cooking. あるいは My father is a good cook. My father is a good cook. My father is a better cook. A better cook than my mother. Than my mother.、A good swimmer. A good swimmer.泳ぎが上手な人、今度、下手な人だったら、good 反対 bad、そうすると、he's a bad swimmer, he's a bad swimmer、 あるいは P で始まって poor swimmer、 poor 貧しい下手な、はい、だから he's a bad swimmerHe's a poor swimmer. 彼泳げないんだよ。He's a poor swimmer. He's a poor swimmer. Poor him. 沖のどこに。Poor him. 沖のどこに。はい、わかりますか。はい、だから、入試問題。いやいや、入試入試というけど、英検3級ね。過去問題をやる。やってみて、最初 40% やった、気にしたらあかん、気にしたらあかん、とにかくやるやるやる、やってみて、英検3級でどこで間違う、一番最初の問題、次の方、次は読解問題よりもリスニングがね、リスニングでね、全然当たらん、もう何がないかわからない、リスニングをね、まあ、その後で、はい、後で、まず今日言ったことを、過去問題をちゃんとやりましょう。ケチらずに本を書い、ケチらずに、本気でやり直そう。 OK